土佐兄弟のカブカブハイスクール。さっきの英語のテストあったじゃん。おお、あれのなんか、うん、長文みたいになったじゃん。あーあった、難かったあれ。俺と同じ名前のやつ出てきた。あ、そう。たまたまだろ。いや、お前のこと別に言ってるわけじゃねえだろ。俺は毎週テニスしますよ。いや、別に。お前は関係ねえだろ。テニスしてねえんだけど。そういう問題だっただけだろ。バスケ部なんですけど。いや、いいよ、うるせえな。あ、そういえばさ。切り替えすごいな、お前。ずっと。12弦続けて。聞けよ、お前。なんだよ。次の授業、配当らしいよ。配当？配当。うわ、配当か。はい、こんにちは。先生だ。こんにちは、先生。行きましょう。お願いします。先生。先生よ、あんま拍手こいつ。拍手送るよ。先生。はい、行って。いいって。ほんとに。何が始まるんだってなっちゃうから。入場の拍手ありがとうございます。入場の拍手させていただきました。ありがたいわ、ありがたい、先生からは。今回のテーマは、配当です。配当、はい、配当です。聞いたことありますか？ないです。ないですか？いや、ないは嘘じゃん。俺、その12人目適当になるのやめろ。もう終わるな、じゃねえ。その帰れるやつの6時間目テンション上がるやつみたいな、やめろよ。これ終わった最後だ。いや、マジであったけどさ、6時間目のちょっとなんかちょろい先生とかさ、もうなんかウィーみたいな、もう帰るテンションになっちゃうのあるけど。バレました。集中しろよ、お前。配当ですね。はい、はい、これお二人が投資をする上でぜひ知っておいた方がいいキーワードなんですよ。そもそも配当とは、会社が得た利益の一部を株主に、株を持っている人に向けて還元するというものなんです、うん、一般的にはお金で還元されるので配当金と呼ばれたり、配当金はよく聞きます。まあ、聞きますか、はい、配当は聞いたことないのに配当金を聞くんですか。はい、じゃあもう適当だっただけです。やべえ、お前さ、やべえよマジで。簡単に言うと、株を買った人がもらえるお金のことなんです。なるほど、企業からもらえるお金って言うんですか。そうです、その企業の株を買った、はい、こう聞くとなんかもっと知りたいなって思いませんか。めちゃくちゃ知りたい、はい、買ったらもらえるんですか。確かに、うん、普通に株で、利益が出る以外にもらえるお金があるってことですね。そうなんです、ね、はい、うん、安く買って高く売った時の利益とは別に、別でってことですか、はい、うちの株を買ってくれてありがとうみたいなことですか。そうですね、はい、株主優待という形で、まあ、それでありがとうみたいに伝えることもあるんですけれども、うん、まあ、配当金で出す企業もあります。仕組みを説明すると、まあ、基本的には配当金は1株あたりいくらという形で表されます。ああ、そうなんですね、うん、で大体、まあ、企業は100株を、まあ、最低投資金額としているので、うん、1株あたり100円の配当金がもらえるとしたら、うん、100株持っている人はいくら配当金もらえると思いますか。1株あたり100円の配当金です、うん、はい、それを100株持ってるんです。そうすると、いや、マジで本当に小学3年生でできる計算だからね。そうだよ、うん、して。できる、しろ、やってみろって頑張れ。なんで、なんで俺ができない前提で。お前が言うのよ。悩んでないよ、別に。1万円あ、そうですね、はい、はい、1万円ですね。こんな振り直ってやることじゃないよ。悪いやん。いや、わかるよ、はい、確かに。その1株当たり100円の配当金がもらえる場合に、100株持っていると1年間で1万円何もしなくてももらえるという形になりますね、うん、はい、すごい不良所得ですよね。確かに。こう聞くと配当金が高い銘柄をたくさん持っておけばっていうことを思いませんか。そうじゃん、普通にね。ですよね、うん、まあ、ただこの配当自体は企業の業績によって決まるので、配当金が常にいくらもらえるっていうのはわからないんですよね。そうなんだ。その年によってってことなんですか。そうですね、その年の業績の良し悪しなどによって、業績ですとか、あと会社の方針によって配当金が上下するの、うん、上下したりとか、ね、あとない企業もあるので、うん、ただそのせっかく株をやるなら利益出したいですよね。出したい、うん、そこで重要になってくるキーワードが配当利回りです。配当利回り、はい、配当利回りとは、購入した株価に対して配当金がどれぐらいの割合を占めるのかっていうのを数値で表したものになります。まあ、例えばの消費税の計算と同じですね。まあ、1000円買うと、あ、今消費税何パーセントですか。10
ちょっと不安になったんだけど。いや今今こいつの頭の中では8と10がこう、わぁ、10ですよ。消費者も気にしなくていいぐらいなのかなって思いました。先生先生消費者気にしてますよ。ドラマで違いますよ。そうですね。悩ましいな。会社にお金のことを話すなって言われて。今 10% なので、はい、例えば1000円のものを買ったとしたらいくら消費税になりますか?10。100。そうですね。あ、100円のものって勘違いしちゃいました。あ、そうですね。1000円のものを買うと100円が。はっきり1000円のものって言ったけど。10の口になっちゃって。100円が税金になりますよね。はい、まあ、それと同じで、配当利回りも、まあ、購入金額に対して、まあ、いくらが配当金なのか、この税金と同じで、買った価格に対して税金がいくらなのかっていうのと同じ計算をします。はい、具体的にどういう計算式になるのかというと、1株あたりの年間配当金を現在の株価で割って求めます。はい、例えば、現在株価が1000円だとします。うんうん、そして、1株あたりの配当金が年10円だった場合、配当利回りは10円割る1000円で 0.01 なので、1% になります。うん、まあ、つまり、まあ、配当金年10円が現在の株価1000円に占める割合が 1% っていうことですね。1% なんね、そうなったらね。では、現在株価が1000円で配当金が年20円だった場合、配当利回りは何パーセントになると思いますか？ごめん。いや、お前6時間目結構無事じゃないか。舐めてたんだ、お前が。20割る20割る1000ですね。1000のするんですよね。はい、0.02。そうですね。はい、ということは 2%。 はい、2% ですね。よしよしよし。はい、なので配当利回りは 2% ということになります。そしてこの配当利回りが比較的高い株のことを高配当株というんですけれども、この高配当株の方が投資金額に対してたくさん配当金をもらえるのは分かりますよね。うんうん、配当利回りが高い方がお得に配当金を得られるっていうのは分かりますよね。なので投資家の人たちも関心を寄せているものなんです。実際にテーマ投資ガイドで高配当の銘柄をいくつか見てみましょう。それも見れるんですね。そうなんですよ。それ見れんの？はい、まずエネオスを見ていきましょう。はいはい、エネオスの場合、まあ、最低購入株数100株を買ったとして、うん、まあ、最低投資金額のことですね、はい、46,900円分買ったとします、うん、そうすると年間で2,200円の配当金がもらえます。うん、これ配当利回りが 5% になっています。はいはい、これ2200円って聞くとちょっと安いなって思うかもしれないんですけれども、うん、あの、もう何もしないで銘柄を持っているだけでもらえる金額と考えると、うん、なるほど、はい、そうですね、最低だもんね、しかもこれで、そうですね、うん、このたくさん買えばその分配当金も、はい、上がりますので、次に日本郵船を見てみましょう。はい、こちらは119万円最低投資金額として投資をしたとします。うんうん、そうすると12万円の配当金が年間で支払われます。こちらは配当利回りが 10.9% ですね。こちら、はい、まあ、投資金額ももちろん大きいんですけれども、うん、その分配当金もすごくたくさんもらえるっていうことが分かりますよね。ちなみに銀行の金利と、はい、その配当金の利回りを比べてみると圧倒的な差だと。全然違いますね。ですよね。うん、普通預金が年間 0.001% 程度、うん、そして定期預金ですら年間 0.002% 程度、うん、100万円を預金した場合の利息は普通預金で1年10円、うん、定期預金だと1年で20円と考えると、この高配当銘柄を持っているといかに利回りがいいかっていうことが分かりますよね。本当っすね。確かに普通に貯金してるだけじゃダメなんだな。さっき、この配当金以外に株を安く買って高く売った時の利益もありますよねっていう話をしてくれたと思うんですけれども、はい、うん、ちなみに今回紹介した各銘柄の株価、なんと昨年の12月末時点と比べてみると株価上昇しているんです。はい、配当金も得られて、かつ株価も上がっているという、はい、まあ、最高の状態ですよね。はい、比較対象として日経平均、まあ、日本の代表的な株価を、まあ、集めた指数と比べてみると、昨年末の終値が 28,791 円となっていて、まず3月4日時点の終値が 25,985 円と全体的に相場は値下がりしているんですよね。はい
なので、まあ、こんな相場が下がっている中でも今ご紹介した高配当の銘柄たちはあの、まあ、ちゃんと業績も上げているっていうことが分かりますね。なんで上がってるんですか？なぜかというと今回紹介した銘柄はあの3月に権利が確定する銘柄なんですよ、うん、まあ、つまり3月の末のある日程にその銘柄を持っていると配当金がもらえるんです。なるほど、はい、その時点で株主の名簿に名前が書かれていればもらえるんですけれどもその後になるともらえないんです。なるほど、はい、なので、まあ、その権利付きの日に株を持っていたいということで株を買う人が増えて価格が上がったっていうのも背景にありますね。なるほどね、そういうことか。はい、逆にこの権利付きの日が過ぎた後のことを権利落ち日というんですけれども、うん、この日は配当金とか株主優待とかがもうもらえなくなる日のことじゃないですか、うん、なのでその分株価が落ちやすいっていう特徴があります。なのであの、まあ、権利付き、まあ、権利がもらえる最終日に銘柄を買うのはいいんですけれどもその後あの株価が下がるっていうことも想定して買う必要があるということですね。なるほどね、難しいね、はい、タイミングですよね。タイミング難しいな。そうですね、こういう配当っていう私たちがもらえるお金ベースで考えると投資もの勉強もなんか楽しくなるような感じがしますよね。いや確かにね、いくらもらえるとかっていうのを分かってるとまた一個楽しいですよね、うんうんうん、そうですよね、配当すごい配当あるから買っちゃえって買っても、うんうんうん、権利落ち日にはもう落ちちゃってるってことですよね、まあ、そうですね、まあ、でも長い本当に長く持ち続ければ、まあ、そこも安定すると思うんですけれども、ただもちろん他にも注意点があって、はい、目先の利回りの良さばかりではなくていざという時に、まあ、業績が悪くなると減配ですとか、うん、最悪の場合だと無配になる可能性も、減配無配、はい、まあ、配当金が減ってしまったりとかゼロになってしまうリスクもあるので、まあ、ちゃんと業績は見ながら投資をする必要があるっていうことですね。なのであの業績が好調な企業であれば今後も高配当が見込めるんですけれども、まあ、業績がこれから心配な企業の場合は、まあ、減配とかのリスクもあるのでちゃんと見ながら投資をしていきましょう。じゃあ今まで勉強したなんかこう今こうどんどん上がってる企業でいい配当がある企業を買うのがいいってことですかね。そうですね、はい、エネオスとかじゃ最高じゃないですか。あ、そうですね、高配当でかつ業績もいいっていうことなの で、ね、全額もエネオスにぶち込んだ俺全部ぶち込みますよ。やばちゃってこいつ簡単だわエネオスに。でもさっき原油安くなった方がいいって言ってたじゃないですか。まあねーもうわけわかんないもうわけわかんないよ一番最初の情報を信じるからもう今ある知識だけで今行こうとするから日本郵船にぶち込みますよDCU やってたんだよ船ね、はあ、船やつ船系ね、ぶち込むか、ぶち込むってやめろ先ほども話したんですけれども配当金をもらうにはその権利確定日時点であの株主名簿に記録されている必要があるので、うん、必ず権利がつく最終日に銘柄を持っておくように注意をしてくださいね。そこの注意大事ですね。でもらえないと、ね、うん、はい、なので受け取りタイミングはしっかりと銘柄によって覚えておくことをお勧めします。はい、はい、ということで今回は配当というテーマで勉強を進めていきましたが、はい、いかがでしたか。うーん、難しいけどでも大事ですよね、うん、こういうなんか知らなかったんで、うん、ね、配当っていうのだけでお金がもらえたりするっていう。そうですよね、株主優待以外で。だから高配当の株をずっと持ち続けていれば、まあ、もちろん株価が上がってそれで儲かるかもしれないけどもうずっと高配当の配当金だけでも入ってくるってことですよね。はい、まあ、そういう生活をしている人ももちろんいらっしゃいますよね。配当暮らししてる人もいるんですか。はい、夢の配当暮らしをしている方もいらっしゃいますよね、いやだからそうだよな、はい、買う株が多ければ多いほど配当金も多くなるわけですよね、うん、そうなんです。なのでその資産があればその分、まあ、配当金などでチャリンチャリンと 毎年お金が入ってくる。チャリンチャリンはっきりチャリンチャリンって言ったよね今こんな露骨なやらしい言い方するからよチャリンチャリン生活したいね。チャリンチャリンしたいよ ね、 本当にね、はい、お金に働いてもらうってことですよね。あ、まさにそうですね。本当にすごいですよね、はい、本当にそうですよね。働かせましょう。どういうことなんでわかる銀行で寝かせとくだけじゃなくてお金に働いてその配当金とかそういうのも得られればお金が増えるんじゃないかって話でしょ。え、
なんで？もう終わりましょう。切れたわこいつ集中。先生。一回もう日本優先に気持ち込みました。ということで今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。